ガーシーの本作ってた、はい、だ頭いいからさ、はい、その通りだなと思ったのは僕がいなくなっても日本からそういう不平不満がなくならない限り、うん、第二第三のガーシーが生まれる。ジョーカーみたいなこと<う><ー>言てるじゃないですかジョーカーなの面白要は現代のジョーカーだと思って<ー>もうそれがテロとかじゃなくて暴露っていうなんか日本っぽい形だけど単なるジョーカーなんですよ 面白いっすね。そう。だ<ー>から、俺、なんかポスター作ったの、ね、ジョーカーをパロって作ったんだけど、うん、ジョーカーだって思って。単なる、これを見ないふりしようが何しようが、ジョーカーだからどんどん生まれてきちゃう。面白いっすね。そういうのがあったってことは。あ、残さなきゃいけないですよね。そう。なんか俺、図書館とか行ってさ、はい なんかすっごいその時代にしかはやんないような本を見るのが逆に好きで普遍的じゃないやつうん、うん、なるほどなるほどなるほど普遍的じゃないがゆえに普遍的っていうかさ、うん、何この本みたいなんか例えばそうですよね、うん、なんかあのやっぱ僕学生運動とかってピンとこないんですよまさに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 ,まさにでもあそこにはグツグツとしたなんかあったわけじゃないですかその通りで もう本当にそれが暴力になったりとかするんだが<う>でもやっぱおもろいっすよね。でそれって何のメッセージ性も実はないけど、はい、めっちゃみんな盛り上がってるんだよ。で普遍的じゃない時代のちょっとしたあだ名がゆえにああその根っこに流れてるものは普遍的なことっつうか。はい、いやでも確かに <laughs> ガーシーさんとかは。うん あのもももうそうもううそぜひはささてておおきき完全にさておきねな何かしらの説得力はやっぱありますもんね、そのあとおしゃべりの圧とかう、うん、うん迫力だとか、あとはやっぱり、うん、あんだけアテンドしてたってことは、ちゃんと信頼に頼るよ。だってガーシーさんにアテンダーとしてのあの絶対譲れないもんなんですかって言ったら、人の秘密を言わないことって言ってた <laughs> それもちょっとジョーカーっぽくない面白 <laughs> 絶対に言わない。俺だけは言わないと。で、口が絶対硬かったから、みんな要は信用してくれてそう。ガーシーさんの見方がすごく分かりました。なんか。そう、俺ういうふうに見たら面白いよっていう。全然応援してないし、減少だよ。減少。そういう仕事じゃないですか。かっこいいっすね。うん。ちょっと前までダサかったんですけど、<laughs> ただの酔っ払いのおっさんかなと思ったら、かっこいいとかありますね。 そこはね編集者としてのスタンスは本当にあの正しいかは分かんないけどあるその別に殺人犯だろうが、はい、やるならやるいやマジでそれでいいっすけどね、うん、なんか善悪是非はもうどうだっていいですねなんか今時代が何を求めていてっていう、うん、その情報欲しいですねなんか、うん、おもろいっすねそれ,それだけが唯一 ジョーカーが生まれ続けるっていうのは。やばいらしいよ、マジで。はい、女アテンダーが、女ガーシーが誕生しそうらしい。やばー。<laughs> よかったー。いや、むしろさ、<laughs> ほんとないね。ない。すごいよね。言ってください。これ使ってください。僕、これもう。<laughs> 結婚しただけだね。<laughs> してないんだよな、ね。なんか変なありましたけど。 変なそのコインって。でも西野さん <laughs> ほんとないね。ない。でも芸人さん比較的ないね。そもそも、い<や>表も裏もないからかな。芸人の中でも、でもももトップクラスでっていうか僕多分一番ないですね。ていうのは何かっていうと、例えばハネルの扉とかでも、もうコンパ行くってなっ、メンバーもコンパするってなっ<ー><僕>嫌いだもんね。嫌い、嫌いなん非常に嫌いだよね。と、えー、と <laughs> そもそもメンバーも絶対誘わないってなりました。西野。 わかるわかるであのそういうむちゃくちゃクリーンなんですよわかる俺めちゃめちゃクリーンじゃないよ <laughs> 叩けば誇り出るでしょ,ょうん僕ねほんと似てないんですよいやだからさそれ言って、はい、イケメンだから